はい、どうもこんにちは、スパイクマイスターの浩平です。今回はスペシャルゲストお越しいただいております。ベンフィカ B チームに所属する小久保レオブライアンです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、もうプロのサッカー選手にお話し切るということで、僕今日テンション上がりまくっております。お願いします。はい、よろしくお願いします。で、先ほどちょっとちらっとお話伺いましたところ、こう YouTube で、はい、俺のこだわりスパイクの動画、はい、なんかいくつか見ていただいてるってところで、はい、なんか面白かった回とかありました？あの熊倉くん、あ、山梨学院の、はい、あ、なるほど、龍系の、はい、ハーフの、あ、龍くんですね。なるほど。おお、どうですかあれ見てて。いや、面白いです。面白いですか。やっぱ同じキーパーとしてこう感じるものはやっぱあるんで、はい、ありますか。見てて面白いです。へえ、はい、なるほど。他にちなみになんか普段 YouTube とかって結構見られるものなんですか？あんまり、あ、でも J リーグ の、はい、あのハイライトだったりっていうのはいつもチェックしてて。あ、そうなんですね。です、なるほどなるほど。了解です。本日はよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ現在こう使われているというか履かれているスパイクが、はい、フューチャー Z になりまして、はい、でキーグロもフューチャー Z ですかね。そうですね、はい、これなんか気に入っているポイントとか好きなところとかありますか？スパイクは自分はやっぱりフィット感が重視しているの で、はい、でプラス、まあ、刈りすぎてもちょっと嫌なので、キックとか蹴るときにこう中ずれだったりとか、はい、まあ、セービングするときとかに踏み込むときにずれるのが嫌なんで、はい、フィット感重視してて、これは本当に中ずれもなくて、フィット感も良くて、軽さも自分にとってもちょうどいいので、お気に入りのスパイクです。なるほど。やっぱりそこのずれはやっぱ気になりますか？キーパーとして。なっちゃいますね。このスパイクだとやっぱこの、まあ、中足部のこのバンドとかもあって、はい、そうですね、締まりが良くて、締まりがいいっていうところですね、はい、おお、なるほど。ちなみに、まあ、ヨーロッパのまあ、ピッチといいますか、はい、あとソールはやっぱミックスとか使われる感じですか？練習はそうですね、普通の FG の方を使ってて、ほほほほ、で、試合の時はミックスの方、基本ミックス で、はい、まあ、練習の時はまあ固定で全然、そうですね、固定でやってます、いけるってところですね、はい、お、なるほど。あとじゃあこうスパイクを選ぶ上でここだけは譲れないってい こう自分なりのこだわりポイントがありました。そうですね、はい、まあ、結構派手めなのが好きなので、クーマさんとかも結構こうド派手なあれなので。ですよね。そうですね、そこは自分は結構、気に入ってますね。気に入ってるところで、はい、ちなみになんか好きな色とかってあったりしますか？自分本当に白が本当にこれがドストライクで好きで、白でこういう蛍光とかが好きですね。じゃあ今回のこのカラーはもう一番好きですね。自分的にはめちゃくちゃ気に入ってるところで、はい、そうですね、はい、なるほど。じゃあ、あとはですね、まあ、スパイク、そしてまあゴールキーパーなんでキーグロのお話もちょっと聞いていただきたいんですけど、はいはい、今現在使われているのがそちらの、はい、まあ、フューチャー Z のグリップ1、はい、そうですかね。で、このリストのところにチャックがあるタイプといいますか、はい、トップモデルのやつだと思うんですけど、はい、これどうですか、感触というか使い心地は？そうですね、自分はこう細身の方が好きなので、それもスパイクと一緒でこうずれたりするのがあんまり好きじゃないので、はい、こう手でまあキャッチしてるっていう感覚で、それが好き でもう去年あたりはちょっと太めのもう一つ、はい、違うモデルを使ってたんですけど、1年前ぐらいに、変えて、はい、そこからもうこれが使いやすくて、キャッチもグリップも、そしてここのフィット感とかもすごい良くて使いやすいです。おお、なるほど。やっぱこの、指先のフィット感、隙間のない感じといいますか、はい、素手感をやっぱ重視されるっていうところですか？なるほど。ちなみにキーグロってサイズは何号のやつ使われているんですか？これは 10.5 ですね。あ、 10.5、はい、あ、10だとちょっとちっちゃくて、11だとちょっとでかいみたいな。そうですね。あ、でそこ 10.5 ちょっとこう、はい、こだわりですかね、そこもちょっと。そうですね、そこもそうです。それは結構昔からですか、 10.5 選ばれて？でもなかなかこう 10.5 とかあんまりなくて、昔ですよ、ね、なかなか自分が購入してた時、はい、でプーマさんに提供してもらってからこう 10.5 とかいただけるようになったんで、10.5 が一番いいです。なるほど。じゃあそこはもうプロのサッカー選手のちょっと特権といいますか。そうそう、なるほど。 10.5、 あ、すごいな。ちなみになんかキーグロで、はい、まあ、好きなカットとか、はい、なんかこうキーグロ選びにおいてこだわる点とかって何かあったりしますか？そうですね、海外のピッチとかってやっぱり基本的にずっと濡れてるので、やっぱグリップが一番自分は重視してるなってとこは思いますね。練習中とかも、練習終わった後やっぱりグローブとか濡れてるんで、はい、そこの中でこうプーマのこのグローブはすごいグリップも良くて、
濡れたとしてもこうあんまり逆にちょっと良くなるぐらいなあれなのですごいそれは一番いいグローブです。へえ、じゃあそこグリップも問題なしで、しかも雨でパームが濡れてもそうですね、もうむしろ良くなるぐらいな、はい、使用感といいますか、はいはい、そうです。はあ、すごいな。ちょっと僕もフューチャーグリップ、フューチャー Z のグリップちょっと使ってみたいと思います。はい、はい、使ってみてください。ありがとうございます。あとですね、まあこう柏レイソルの下部組織時代とかに、はい、この練習頑張ってこう取り組んでおいてよかったなみたいな、こう今プロになって思うなんか練習メニューとか自主練のメニューとかあったりしますか？そうですね、自主練の時にこうシュートとかみんなに打ってもらってた時に、まあ結構負けず嫌いな方なんで、まあ、シュートが 入れられるのが嫌だったんで、はい、まあ、そこでこうシュートストップの力っていうのが身についたなってのは思うんで、その練習が今となってはちょっと生きてるかなっていうのは思います。全体練習が終わった後にこう、はい、友達とかとこう、そうですね、ペナ外からなんか蹴ってもらってみたいなイメージですか？そうです。おお、ありがとうございます。あとじゃあ普段こう練習や試合で使うキーグロっていうのは、はい、何層ぐらい用意されてるものなんですかね？だいたい8から10ぐらいは。あ、そうですね。そんなにじゃあ、はい、1つの殻でじゃあそれぐらいこう一気に支給してもらうっていうところですか？はい、うわ、プロのサッカー選手で言いますと、まあ、ホペイロさんとかこうクラブにいて、はい、なんかスパイクとか管理してくれるイメージがあるんですけど、はい、キーグロはどういう管理になってるんですか？そうですね、スパイクとかはこう手入れされるんですけど、グローブは基本的に A チームの選手とかも自分で手入れしてるので、はい、まあ、練習終わってから、はい、いつも、シャワーでこう洗ってで干すって感じですね。なるほど。じゃあスパイクはこう任せてるけども、はい、キーグロはやっぱ自分で。そうですね。なるほど。それはじゃあもう昔からやってる。そうですね、昔からもうずっとやってますね。ちなみに持ちといいますか、パームの耐久性とかどうですか、使ってて。結構持つんで8から7ぐらいを次の、新作まで使い切るっていうイメージです。あ、でも全然やりくりできるといいますか。はい、そうです、はい、なるほど、なるほど、ありがとうございます。まあ、今までこうサッカーを続けてこられた中で、はい、いろんなスパイクとかいろんなキーグロー使われたと思うんですけど、はい、あの時のあのスパイク良かったなとか、あのキーグロ良かったなみたいな、であの試合で使ったやつ思い入れあるなみたい なんか自分なりにこう印象深いギアとかありますか？中学2年生ぐらいの時に、はい、ベノムナイキのほうを使ってた時に、先輩からキーパーそれじゃねえだろっていうの言われて、ほうそっからちょっと恥ずかしくなってお店に戻したっていう記憶あるんで。へー、そういうなんかそうですね。なんでキーパーらしさらしいの、そこから、パラメキコとかも入ってましたし、らしいのちょっと入ってたりしました。おお、なるほど。やっぱそのなんか先輩の一声をきっかけにちょっとギア選びもこだわり始める、ちょっと一つのきっかけになったというところですかね。ありがとうございます。じゃあそれでは最後にですね、激坂はこう中高生のサッカープレイヤーがたくさん見ていただいているメディアでして、はいはい、こう今の中高生とかのサッカープレイヤーに向けて、はい、メッセージとかアドバイスがありましたら、はい、最後あちらの真ん中のカメラに向かってお願いできますか？今こうコロナ禍でこうなかなか海外遠征だったりとか試合のスパンとか多分大変だと思うんですけど、こう諦めずに、毎日練習すれば絶対こう上に目指せると思うので、毎日の練習だったりとか試合に出た時とか負けずに、やってってほしいなっていうのは思います。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。本日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。